はい、まあ、目向いてて、まあ、結構水平。はい、VCP のおちょです。たまちゃんです。ジャイロ効果第3弾ということで、前回に引き続いてこのコマ使います。で、まあ別に位置はどうでもいいんですけど、ちょっと片方に偏らせる方がいいかなって。おすすめです。なるほど、はい。で、あとはただのこれ紐です。紐、はい、紐をこれですね。そう、一応手芸用の紐なんだけど、まあ何でもいいです。はい、紐を、まあ、これあらかじめ結んであるんですけど、ただここに巻きつけて2回くらい結んで、まあなんていうの、結びつけるだけっていう、まあ、今回はねたまたま用意しただけなんで。なるほど。あとはこれちょっと本来は吊るすんですけど、今ちょっと持ってもらって、はい、立ってもらった方がいいかな。わかりました。もうちょっとで、今これ通常回ってない状態だとこういう風に下に垂れちゃうんですね、重力に従って。ただ回した状態で手を離すとゆっくり落ちるっていう、軸が水平で固定されるっていうのもジャイロですね、これ。もう一回くらい綺麗に上向きにするともうちょっと水平っぽくなるかな。なるほど。今結構水平でしょ。はい、詳しいのは今回省略なんで。わかりました。1回くらい、はい、はい。まあ、目向いてて、まあ、結構水平、また水平の運動が維持されるのもジャイロ効果だよっていう話です。まあ、ゆっくり落ちるのもこれジャイロ効果のおかげでなってるということです。はいはい、なるほど。以上以上以上です、はい。